それはそうと、ちょっとこれ見てみ。肩もみホルダーくん？こう見えて僕、肩こりひどいんや。これ絶対効くと思うねんけど。神谷どう思う？どうせこんなもん詐欺に決まってるぜよ。後からクレームの電話かけて。だから肩こりは義妹に揉んでもらうのが一番だにゃーって。お前の脳が透けて見えんねん。だったら義妹に勝る肩こり療法提示してみろや。それがこの肩もみホルダーくんやで何度言うたら。つうか、それなら適任者がいるぞ。しょっちゅう肩こりに悩まされていて、なおかつこういう通販グッズに目がないやつ。つまり世界の平和というのはね。うん。お、吹き寄せはいるか。は？一生の俺らに揉ませて吹き寄せ。さて皆さん、次は先生の化け役の授業なのですよ。ほのぼのクラスが一転してルール無用の不良バトル空間っぽくなってます。世界の平和のためです。